ばちゃんにね電話したので、電話してね、もしもしって言ったらさ、もしもしって言ったら、何、車のカーテンでも欲しいのってね、大声で言われちゃった。なんかね、じっちゃんのね YouTube を見てるんだってさ。今からねちょっと車のね光がどんなものかっていうのをねちょっと確認してみようと思います。うわ、嫌だ、これはこれはひどい、虫がいっぱいだ。光のね漏れ具合っていうのをちょっと確認してみようと思います。さっきのとこでね出ようとしたら窓にねいっぱい虫がついてて、ちょっとドアを開けられなかったんで、ちょっと移動をしてね、ちょっと走って、虫がさいなくなるのをっていうか、風で吹き飛ばしてへばりついてたのをね、あ、またいっぱい来てる。やっぱりあれだね、こういう水辺はさ虫がねたくさんいるよね、飛んでくるよね。まあこういう感じだよね。あとでねカーテンをしてからまた比べてみようと思います。わ、後ろはねもろあれだね。ということで、とりあえず一旦あれしてね、カーテンを張ってからもう一回確認したいと思います。じっちゃんね、もう寝る準備ができました。もうあとは寝るだけですね。これ初めてだったな。あのね、妖精おばちゃんが作ってくれたカーテン、こういうやつですね。バッチリだよ、バッチリ。前はね、あの間仕切りカーテンを前の方に持っていった、ちょっと座椅子とかねそんなんをちょっと前の座席に移してね、ここを広々と使ってるんであれだよね。後ろはもうこんなのサンシェードでね目隠しをしてます。あとはもうあれだよ、ここはもう寝る場所で、ね、よいしょ、寝る場所はもうほらこんな感じ、広いね。わあ、もうゆっくり寝れるよ。枕をね、あのなんかな、下に敷くさ、下に敷くね、あのなんていうのかな、あのマット、エアマット、エアマットも出さなかった。エアマットを出さずにね、このあれだよ、あのシーツ、あの冷たく感じるシーツを敷いてます。こういう感じのね、こういう感じシーツをね、やっぱりねこういうなんかなのがいいよね。汗を吸ってくれるようなね素材がねいいよね。今まああれなんだけど、寝る前にねちょっと湿気を取ろうと思ってね、エアコンをねかけてるけど、
まあこういう形でこういう感じだよね。全体が映るで、どっから映せばいいのかな。この辺りから映せばいいの。おっとっとっと、この辺りから、この辺りから映せばいいかな。後ろの方をとりあえず映そうと思ったらね、こんな感じだよ。こんな感じ、ゆっくり休めるよね。あ、そうだ、光の漏れ具合をちょっとチェックしようかね。光のね、漏れ具合がどんなもんかちょっとチェックをしてみよう。虫が来てないかな。虫がね、来るとね、大変なんだよね。よいしょ、よいしょ、外にスリッパ、スリッパ、スリッパ、スリッパ。こんな感じだね、外から見るとね、こういう感じ。まあプライバシーは守られてるかな。覗いてもそんな、まあ覗けないことはないけどね、隙間からちょっとはね。まあでもこんだけねあると十分だよね。前はもう全然だね。やっぱ黒っぽいのはね、光通さないね。横はちょっと白っぽいやつなんで、ちょっと光を通すけどね、まあ十分だよね、これでね、これで十分だよ。こんなもんです。こんなもんだよね。よいしょ、あ、今映せばわかるかな。こういう感じ、こういう感じだよ。こういう感じ。あ、せっかく湿気を取ってるのにずっと開けっぱなしにしてるのもったいないね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で閉めてロックをして、下がさ、この下のなんていうの、ピラピラがねちょっと気になるんで、ここはね、あの磁石で、あ、ここは あれを置いてるのか、サンシェード置いてるのか、なんかブヨブヨすると思ったら、ここはね、あの磁石でこうやって止めるともう問題ないね。止め方としては磁石で止めるとあれだよね、いいよね。以上、じっちゃんのね、お泊まり保育、じっちゃんのね、あれ、以上、じっちゃんのね、お泊まり保育 in 池田湖、お休み前の動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしければグッド評価もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら、おやすみなさい。